皆さんこんばんは、えー、ゴールデンウィークの夜いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか今日はですねちょっとこういつもより、えー、ますますリラックスしてですね、えー、ゴールデンウィーク特集ということでですね謎かけから入りたいと思います昨今の超円安とかけてエキゾチックな旅と説くその心は今日の回答はこちらにございます、はい、えっとですねガチ中華なんでございますガチ中華 <laughs> はぁ、あ、みたいな感じなんですけどですね。本日ですね。あの、進撃のガチ中華というですね。あの、一説によると、進撃の巨人より面白いと言ってくれた人が、ごく一名。進撃のガチ中華。今日ですね。あの、まさに発売をいたしましたんで、よろしくお願いします。えー、ガチ中華って一体何ぞやっていうことなんですけど、これはね、あの、ガチンコ中華の略でございます。ガチンコ中華。えー、日本でですね。 えー、中国人シェフが作る、えー、中国そのままの味の料理を出す中華料理店のことをですね、略してガチ中華と呼んでるんですね。で、今もう日本ですごく増加してると増えてるということなんですね。これまでですね、我々が食べてきた中華料理は何なのかということなんですけど、一つはあの街中華ですね。町中華。あの街のおじいさん、おじさんが作ってるですね。餃子が出て、チャーハンが出てですね。 まあ、天津丼とか出るですね。長、ちゃんぽんとかも出る時ありますけれども、ああいうこの町中華ですね。町の中華料理屋さんが、日本の方が作っている、これ町中華と言いますね。もう一つは高級中華っていうのもありますね。あの、ミシュランでいくつ星取ったとかですね。なんとか有名なホテルの中華料理屋とかですね。 えそういういなんかこうものすすごく高い中華料理ですねこれ高級中国料理店とか高級中華とかえ呼んでますけれどもそうではなくてですね,第三の道なんですね中国人が日本に来て、えー、例えば四川省の人だったら四川省から日本に来てもう自分のふるさとそのままのですね 味付けで出している中華料理。もう日本人がこういう、ちょっと辛すぎないかなとか、これだとちょっと日本人には刺激強いかなとか、もうそんなこと何も考えん。もうそのままを出す。で、なんでそういうことをやれるかっていうと、このガチ中華ってそもそもですね、 あの、中国人、日本にいる中国人のために出してた中華料理やったんですね。それはその四川省から日本に来てる人はですね、あの、ふるさとのものを食べたいですよね。そういうんだったんですけども、今やね、日本人がもうどんどん、あの、お客さんとして入るようになったんで、えー、今の定義づけ、私が考えているガジ中華の概念は、日本で中国人シェフが作る中国そのままの味。ここがポイントですよ。中国そのままの味の、 料理を出す中華料理店のことをガチ中華と呼んでるわけなんでございますね。今、日本でですね、まあ東京を中心にものすごい数がどん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 ですね、ガチ中華店が増えてるんですね。で、なんでこんなに増えたのっていうことなんですけど、えー、理由は4つあります、主にですね。1つはですね、あの2020年から2022年までのコロナ禍ですね。コロナ禍で我々まだ記憶にありますけど、どんどんこう居酒屋とかですね、飲み屋さんが潰れてきましたよね。 あの、酒を出しちゃいけないとかですね、あの、8時に見せしめ、夜8時に見せしめなきゃいけないとかですね、そんなんじゃやってられないよ、居酒屋は、みたいなことでですね、多く、どん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 こう、潰れていった、この経緯があるわけですね。だけど、このガチ中華はですね、全然そのコロナ禍にめげなかったんです。めげなかった。なんでめげないかというと、最大の理由はですね、中国人が酒飲まないからなんです。 まあ飲まないことないんですけど平均的な日本人と平均的な中国人を比べると圧倒的に飲みません私ですねあの東京に住んでいて東京に中国人の知り合いがいっぱいいますけれども私の周りで酒飲み誰一人いませんお茶飲んでますこれ中国人なんですよあのなんでなんでそうなるかというとこの胃の分量って決まってるわけですよねもうとにかく食いしん坊なので中国人というのはですね一般にですよ なので、その、美味しいものをなるべくたくさん食べたいわけです。そうすると、この、ビールだとかですね、なんとかお酒とかですね、そういう焼酎だとか、もうそんなのお腹に入れるのが、こう、もったいないわけなんですね。そういう発想なんです。これ日本人と全然違うんです。飲み屋とか、飲みに行くとかですね。これ訳しにくいんですよ、中国語に。そういう概念がないので、とにかく口に入れるものは食べ物なんですね、中国人は。で、それをなるべくよく消化するように、早く消化するようにお茶飲むわけですよ。で、また食べてる これは中国人ですね。死罪チョンゴ。食は中国にありなわけですね。だけど酒は中国にありという言葉はないわけです。ということで、コロナ禍で全くめげてなかったわけです。関係ないんです。別に8時に閉まろうが、お酒なしだろうがですね。OK よってことでめげなかった。これは一つ。二つ目。日本に住む中国人って100万人ぐらいいるわけですね。最大勢力ですね。今や韓国人より多いわけですね。なんですけど、 あの、彼らも本国に帰れなくなっちゃったわけです。もうコロナ禍で中国行けないわけです。ロックダウンしてるわけですからね、ゼロコロナ政策やってたわけですよ、3年中国は。そうすると日本に住む中国人も帰れない。そうすると、あ、お腹すいたよってのもなるわけですよね。自分のふるさとのものを食べたくなる。で、特に中国って日本の26倍もありますから、雲南省の人はですね、北京料理、北京ダックじゃなくて雲南料理食べたいわけですよ。そういう発想です。自分のふるさとのものが食べたいなとこう、みんな思うわけです。 日本にいる中国人はですね。でも、そういう店がこれまでなかったわけです。なので、その店を出すと、このふるさとの人がその店に殺到するわけです。コロナでこう、帰れなくなると、日本でふるさとの味食べたいわけです。これが2番目ですね。それから3番目。日本の景気。あの、ま、なんだかんだ言って円安ひどいですけど、株価は上がってるわけですね。 で、給料も今はね、賃上げ、賃上げって上がってきて、で、私なんかこうバブル世代の人間からするとですね、あのバブルのですね、38,915円というですね、株価をですね、生きている間にもう一度見られるとは思ってなかったわけです。日本の景気良くなってる。良くなるとどん新しい店どんどんできるわけですね。で、昔のその第一次バブル、1980年代後半の時っていうのは、 もう毎日いろんな店で,できてました。洋食屋さんが多かったわけですよ。イタリアンとかフレンチとかスペイン料理とかですね。そうう洋食系が多かったんですけど、今やガチ中華もガンガンできてるということですね。それから4番目はですね、こ中国の景気が悪くなってきた。中国ゼロコロナ3年やって、その後安全第一政策っていうのをですねきょ、去年からやってますので、すごい一向に景気良くならない。悪いんです。非常に悪いんです。そうするとですね、その、日本に来ちゃうわけですよ。余裕のある人が。 で特にですね、最近の傾向としてあるのが中国で有名なコックさんシェフがですね、まあ、日本でいうミシュランシェフみたいな人たちこういう人たちがどんどん海外にあのヘッドハンティングされてくるわけです。その一部がでですす。ね、日本に来てるわけですなので日本でお店を作ったりあるいはオーナーに頼まれてこうヘッドハンティングされたりして日本でお店を開くというパターンができつつあるんですね。だから、 その中国で景気悪いとその爆買いの中国人来ないじゃないかという思うんですけどあの爆買いの中国人来てもですね食べるのは和食日本食ですから彼らはがっちりか食べて帰らないですよだって中国で食べてるのに毎日ですねそうじゃないんですあの景気悪くなってその中国の,そのシェフとかあるいはまあ一部お金持ちとかが日本に来て生活を始めたわけですなので彼らがやっぱりこうそれなりの世界を築いていくわけですね はい。ということで、まあ、なんだかんだでですね、こう、ガチ中華が今、すごく増えて、特に東京はすごいです。増えてます。増えてる。ということなんですね。で、話をですね、ゴールデンウィークに戻しますと、今年のゴールデンウィークの悩み。せっかく10連休なのに超円安。ついに1ドル160円一時超えちゃいました。もう超円安で海外旅行に行けないよと。で、 えー、皆様の悩みを解決する入足でございますから、えー、ガンということですね。答えはここにあったよということで、日本にはガチ中華があるじゃないかと。<laughs> エキゾチックなガチ中華があるじゃないかと。なんか日本語で言いたいんだけど、片言の日本語しかできないよと。でも、料理めちゃくちゃうまいよと。しかも日本にいるので超円安関係ないよということでですね。美味しい、美味しいガチ中華がですね、 日本にはあるんでございます。これがですね、最初にあの、言っていたですね、このあの、超円安とかけてエキゾチックな旅とく、その心はガチ中華なんでございます。はい。じゃあどこ行ったらいいのと、そんなのを知らないよという人のためにですね、こちらでございます。あの、今日発売のですね、講談社から発売しました、進撃のガチ中華。進撃の巨人じゃないですよ。進撃のガチ中華。 ええー、このね、私より本物より髪の毛あるなと思っちゃったんですけど、<laughs> これ、雲南料理の店んです。雲南料理の店でですね、えー、蒸気もこもこのところで食べておりますが、あのー、もう私が行って、全部自分で行ってですね、自分でこう,う写真も撮ってます。写真も撮って、このもう絶対美味しいと思えるところだけをですね、厳選してですね、載せてます。ガチ中華っていうのはですね、私がいるのもなんですか8割は外れです。100点を超える店行きましたけど、あのー、当たりは2割だけ。 ということで,ですね、名店だけを抜けてますので,ですね、ぜひともですね、あのゴールデンウィークにエキゾチックな旅をですね、本を片手にですね、あの行ってみていただければと思うところでですね、えー、ガチ中華第1弾これで終わりにしたいと思います。良 <laughs> いゴールデンウィークをお過ごしください。ありがとうございました。厚生労働省の調査によると、1回30分以上の運動を週2回以上 1>, 1年以上継続している70歳以上の割合は男性42.7%女性35.9%と国民全体の平均よりも高い結果に高齢者を中心に健康への意識が高まっているそこで今回の入札増刊号では。 健康に生きるためのトレーニングについて、熱い議論を繰り広げますテレビだとね、難しい、法律ばっかりってるでしょ、そう,そうです、そうです、もうつまんない、<laughs> つまんない、もう、周りとの勝負ももちろん大事なんですけど、昨年との自分との勝負みたいな部分が。が、はい めちゃくちゃゃくるんですす <laughs> かります <laughs> 女性らしさを残しつついかにかっこいい体になるかっていうのを意識しながらトレーニングをしておりますズバリ一番自慢したいところはどちらでしょうかお尻、えー、お尻いやーん <laughs> すごい軽々るとされるから全身運動これは、えー、筋肉は裏切らないっていう発言があるんですよやりがいを持って楽しく筋トレをやってます、えー はい、筋肉ってすごい可能性があるなって感じました。<当> <laughs>